フィギュアスケート全日本選手権最終日、27日、長野ビッグハット。女子フリーが行われ、ショートプログラム SP 首位から出た紀平梨花、18、イコールトヨタ自動車イコールが4回転サルコーを成功させ、フリーは 154.90 点をマークし、SP との合計 234.24 点で2連覇を達成した。以下は演技後の質疑応答。フリーを終えて2連覇を飾った感想を。今回、一番決めたいと思っていた4回転サルコーが、綺麗に決まったのがすごく嬉しかったのと、たくさんの方に感謝を伝えたかったので、そういう演技ができたんじゃないかと思います。4回転サルコーを着氷した時の心境は、22年北京五輪に向けて、4回転を絶対に決めたいと思っていた。でも思ったよりも冷静でした。今回飛ばないと次に進めないという気持ちだったので、飛んだ後は計画通りというか、そういう気持ちでできました。トリプルアクセル、3回転半ジャンプと4回転サルコーを演技に入れていますが、その2つの難しい技の両立について、調子が良くない中でジャンプはちゃんと着氷できた。4回転とトリプルアクセルを一応、試合で着氷できたのは、すごい自分の中で大きなものかなと思います。演技後、うなずいていたことについて、演技中にハプニングがあって、ステップでジャッジと反対側に行ってしまって、完全に真逆のプログラムになってしまった。そこですごい焦ってしまった。やっぱどうしよう?って、試合でのハプニングは久しぶりだった。結構焦った中でも落ち着いてできたのは良かったけど、真逆に言ったことが頭に残っていたので、正直あまり演技内容は覚えていない。うなずいたのは4回転サルコーを飛べて良かったな、というものです。4回転サルコーを飛べて、一歩進めた感覚はある。一歩進めたなという感じはあります。それでも、大きなミスもあったし、自分の中で課題はたくさんあります。世界選手権3月スウェーデンが開催されたら、自分のもうこれ以上できないという演技ができたらいいと思います。